そうですよね。ショートも撮ってください。さあ始めてまいりましょう。鉄道各社局による PR ステージです。残念鉄さん、はい、なんだかホームページをちらっと拝見したんですけれども、はい、すごくアニメが好きですね。そうです ね最近ちょっとアニメと結構コラボさせていただいてますね、うんうん、どんなアニメがあります？もともと軽音というアニメでですね、うんうんうん、結構皆さんが修学院の駅に来ていただきましたので、はい、まあ、その際にですね、まあ、ちょっとコラボしてほしいとお客様皆さんの声がですね結構多数ありましたんで。あ、軽音の物語の舞台になっているところっていうことですか？物語の中で。そうです。映画のパンフレットにちゃんと修学院に来て書いてるんですけれども、わお、19ページに修学院に来て書いてますけれども、正式にはちょっと発表されてないので、おお、まあ、そういうのがありまして、ファンの方から、まあ、どう見てもそのままですね。すみません、まあ、この5月からですね、地下鉄の、各編成1車両とですね、ありがとうございます。それとバスの、1両700台ぐらいあるんですが、1両だけに実は記念ポスターの、キャラクターのですね、デザインをしました。キャラクターの分の、うん、
目ですね。そう、今お顔にお目目がついてるんですよ。そうなんですよ。ゆきのさん見ていただきました。見ました。 ありがとうございます。はい、もう車庫で見たんですけど。あ、そうですか、ありがとうございます。そこからね、走ってるところも見ましたわ。ちょっと怖いっていう人もいてますが、はい、すいません。見たことありますか？みんな見ましたか？見られた方いらっしゃいますか？見ました。お目目ついた列車、ありがとうございます。まだ少ないですね。これも9月12日まで運行しておりますんで、またあのバスの方も1両、中津営業所の1両しかございません。あ、はい、1路線に1編成ということですかね。バスだけ。あ、バスだけは1編成、はい、全車両700台のうち1台。あ、なるほど。地下鉄は、バスはニュートラルも含めた分の1編成です。はい、なるほど。ということで、まあ、運行もしております。はい、はい、すいません。まあ、周年事業いろんな形で9月12日までやっていきたいと思っておりますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、それと引き継ぎまして遠征のご案内、はい、すいません。ということで、じゃじゃーん、ニャンマロック持ってくれるこれ。はい、ですね、実はこの6月、まあ、梅雨シーズン入ったんですけども、この借りておりますアイデンドもそうなんですけども、6月の21日ニャパロ君持ってくれる、ごめんね。21日、これが夏至ですね、皆さんご存知の通り。で、市内をライトダウンしてですね、キャンドルナイトということで、港区のちっこのレンガ倉庫がありましてですね。あります。ご存知ですか？知ってます。ありがとうございます。でも入れないですよね。そうですね、ちょっとね、ちょっとおさこの家からちょっと遠いんですが、なかなか近寄れないというかね。そうなんですよ。中は入れなかったりしますよね。はい、ちょっとね、いろいろとありまして。そう、でもこれからなんだか入れるんだ。はい、はい、レトロな感じでいいところなんですが、うんうん、そこでキャンドルナイトということで、実行の光が光るという字で、これご紹介になって初めも撮ったんですけどね。あらー、はい、港じゃなくて光。すいません。そんなことでされるんで、我々もタイアップしております。それが6月の21日ということでまたありますんで、中央沿線、ここで言いますと大阪の駅降りていただいて、便利ですね、その T シャツね、自分が見えてませんが、はい、ということでございます。はい、でもう一点すいません、今ちょっと出しておりますアイゼン堂の愛禅祭り、ゆきのさんご存知ですよね。はい、もうずっと続いてる祭りです。美人な方だったらすぐね、ホエカゴにこう乗したいような気分になりますが、ということで、ホエカゴでキューズモール、ちょうど阪海沿線さんの車庫ね、終着点のあちらのキューズモール、阿部野から 1.5 キロ愛禅堂の四天王寺前の方までパレードがございます。去年も20万人ほど来たらしいですよ、本当にびっくりしますね。すごい。はい、ということで、これも月末の6月の30日から7月の2日ということで、うん、これも地下鉄の、谷町線の、はい、すいません、夕日ヶ丘四天王寺前夕日ヶ丘まで来ていただければ幸いかなと思ってございます。うんうん、この期間中どこかでパレードがあるんですかね。そうです ね、はい、キューズモールから、ね、はい、行きます。はい、ということで、ですね、それと我々の部分ですいません、ちょっと情報発信をね、いろんなの考えてますね。なかなかどんなもんしようかないことでね、考えてまして、今、ユーストリームでなかなかね、紙媒体じゃないんですけども、月の月第4木曜日、8時から15分程度なんですけど、ユーストリームということで、まあ、沿線の見どころ、イベント内容等ですね、ちょっとこれも直営でやってます。手作りです。お金ないですと言ってますが、そんな形でこの4月から実は発信しております。なかなかメディアの方でもちょっとあれなんですが、そういった見どころの案内も、そのイベントの前にちょっと情報発信をしてますんで、皆さんそういう環境で見れる方はまた見ていただければ、ライブの発信ということで、これも手作りでやっておりますんで、また皆さんイベント情報もそこで見ていただければ幸いかなと思って。ニャンバローも出てるんですか？ニャンバローね、ちょっとミニチュア版出てましたね。ミニチュア、はい、ヤンバロちょっと部屋入れんとこありますんで、ね、はい、大きさちょっと変わるんですよね。そうなんですよ、ね、はい、ゆきのさんもぜひまたね来ていただければ本当にありがたいなと思っております。はいです。そうですね、ちょっと長くなるけど最後にもう一言だけよろしいですか？はいはい、すいません、この4月に運賃改定がございましたけども、で1個だけなんですけども、ちょっと値下げしました、地下鉄。そうでしたね、ここ上がっとるやないかという噂もちらほらありますが、ということで1個が安くなりましたので、ちょっと自転車なり徒歩で行かれる方はちょっと乗っていただいて、阪海電車でね、天王寺まで出たら四天王寺まで出るとか、そういった形でちょっと乗っていただければ幸いかなということで、はい、今ちょっと乗ってということです。はい、そうです、ちょっと乗ってというか、ちょっと乗ってという感じでね、ちょっとそういうのもちょっと今やっておりますんで、まあ、さまざまな110周年迎えまして、新しいステージに我々も頑張っていきたいと思っておりますんで、はい、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いしたいと思います。まあ、勢いがありますね、今。はい、今ちょっと、ね、こちらの方にも今本当に勢いが、
春にね、あ、こちら、出てきました新型9000系ポールスター2が、デビューさせていただきました、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいいですね。これはステンレスボディですか。はい、ね、こちらの正面からまた光の当たり方によって表情が変わるようにデザインされていましたね。とか車内も、はあ、光の具合で表情が違うように見える、はい、今日機嫌悪いなとか今日機嫌いいなとか、ちょっと今日機嫌悪くてあの雨なんでね、ちょっとそんな日もあるかもしれないということですね、はい、あと中もちょっとこだわってるんですよね。そうなんです、車内にですね、通勤型車両としては初めてのこう時期でしたり、あの季節によって光の強さでしたり、あの色合いを変える LED の車内照明を取り入れていたりですか。これ初なんですね、ここは初、はい、初めて、ね、はい、導入させていただきます、ね、実際に照明変わってますか。そうですね、あのトンネルとか出る時とか見ていただくと、うん、あの暖色の中間色になっていたりですとか、ね、そういった点もまた見ていただけたらいいなと思います。あら、じゃあそれはそこは季節関係なくね体験できますね。そうですね、地上に出るとかね、はい、もう乗ったっていう方いらっしゃいますか。あちらの電空、天空の電車、あご存知でしょうか。天空知ってる人。はい、ありがとうございます。はい、この天空ですね、今年の7月運行しまして、5周年を迎えます。そんなちますか、でポスターにはロゴマーク、ほうほう、あのポスターの右下ですね、天空5周年っていうロゴマークがついてます。はい、ついてます。まあこの5周年で、イベントなんかもですね、行いますのでですね、また皆さん高野山の方に、お越しの際は天空をぜひご利用ください。はあ、イベントですか。はい、まだちょっとそこは秘密なんですか。ちょっとまだプレスの方の発表もされてませんのでですね、なるほど、ちょっとこちらでは言えませんので。でも、はい、やっぱりね5周年ということまで乗ると楽しそうですね。ハッピートクが乗りたいって言ってるのね、乗りたいのね、はい、天空にね、はい、はい、それが次にですね、このラピートに関する話題でございます。はい、皆さん今年ですね、ラピートが運行しまして、20周年を迎えました。ちょうど大人成人式を迎えました。で皆さん今ラピート赤色になってるのご存知でしょうか。知ってる。もう大きなお返事もいただきましたね。私も見に行きましたね。写真も撮りましたね。あら、撮りました。あら、そうですか。乗ったっていう方もいらっしゃいますね。はい、もう皆さん、乗っていただけましたでしょうか。ね、乗ったっていう方もね、3日前に乗ったっていう方もいらっしゃいましたね。はい、これはですね、かっこいい、機動戦士ガンダムユニコーンとラピートのコラボレーションでございましてですね、6月の30日までですね、限定の運行でございます。まだ日数の方もございますのでですね、皆さんぜひこの機会に、ご利用になってください。そうだね、ここ出番やね、ラピード君ね出番やけど、ラピード君はまだね顔が青いですね、この子、ね、テレ屋さんですからね、まだ赤くなってくるかも分かりませんねほんまや、いや赤くなれて、そうですよね。でもまだ照れてへんってことはまだ正気なんですね。まだ正気、いや余裕ですよね。そうですね、かっこいいキャラですから、かっこいいキャラが今日はちょっと なんだか落ち着きがないですね